ルカム平田の皆さんです。織田信長の時代に尾張を守った平田城、厳しい戦国の世にあっても忘れてはならない大切なものは愛と勇気と優しさであり、人と人をつなぐ絆こそが最高の武器でした。この教えは現代の私たちにも引き継がれている平田の誇りです。それでは踊っていただきましょう。ウェルカム平田の皆さんです。どうぞ。さあさあ、これが最後の舞台、お前ら、行くぞ。続いて踊っていただくのは